感じろよ。加藤のびろのドラモンジャイ。ジャイ。とうとう YouTube チャンネル加藤信弘のどんなもんじゃ始まったんですけれども、はい、今回なんと、豪華な豪華なゲストテセーズの皆さんに来ていただきました。お願いします。お願いします。テセーズ監督、何かありますか？自己紹介と、はじめまして、どんなもんじゃの視聴者の皆さん、テセーズです。違います。どんなもんじゃい、ジャイです。どんなもんじゃいの皆様、こんにちは。どうも、テセです。よろしくお願いします。そんな芸風見たことないよ。そんな芸風なの。はい、僕が助っ人してるテセーズさんの、メンバーなんですけれども、まあ今日は PK 対決やりたいと申し出たところ、ぶっ倒してやるということで、どうやったら勝ちですか、これは。これ一人3本ずつ蹴ってもらって、はい、3本合計だからすごい数ですけど、ね、18本中10本止めたら勝ちする。無理や。すごいじゃん。9本で引き分けにしましょう。10本で引き分け。え、そんなに止めれるの？喋りすぎ。止めるんですよ。何や、ここに裏サポおんねん。そう、もういるんですよ。裏和と三角がいろいろおるサポーターが。いるんですよ。そうなんですよ。でやっぱたまにちょっとこの間撮影で、テセーズの撮影でとんでもない失態ばっかり犯してたんで。ああ、あれですね。はい。なんでちょっといいとこ見せようかなと思うんで。はいはい、はい、やりましょう。はい。ちょっと別人になって頑張ります。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみですね、PK は。はい、お願いします。お願いします。はい、職人が1人3本ずつ18本なんで、まあ、できるだけ止めたいと思います。で、テセーズ、今一緒にやって分かるんですけど、だいぶレベル高いので、真剣に勝ちたいと思います。はい、決めるとかじゃなくて、逆取って決めます。ほい。うわ、今度にしてもらっていいですか？やったーナイス。彼の名前はイソプラボンです。ピーよっしゃーやばっ。よっしゃーやばっ。1本目普通に止められてるやん。うわぁ、今のところテセーズで PK 決めたことありません。ピーッ。うぇぇぇぇそれはプロ。ちょっと引いてるじゃないですか。皆さん今のはやばい。どうやって決めろん。プロ。うわ、あれは真ん中入る蹴り方やったの。え？何今の？キャッチできたんや。止めれたとかじゃない。おっしゃ、アウト。あれ、なんか多分引退してからゴール聞いてなかったんで。うわー、すごいな、今出ねんな、すごいな。うわー、終了ラスト。ラストです。ピーッ。じいちゃん、お願いします。6分の2、すごいなぁ。こういう時の、ちょっと緊張してきたもんな。真ん中も蹴られた。真ん中蹴られたすごいですよね。うん、飛ぶ、あれだ、止められたかったんだ。よし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 。ナイス。何やって、まず PK うんぬんじゃないって。PK の極意はいつか皆さんに伝えます。 PK の極意あるらしい。俺今言っていいって、自分の助走で自分で困惑したな。気合いでけろ、つけろ俺。話しても最後まで動かんやろ。俺蹴っていいんだよ。イソフラボンです。
逆に入んねん、もうそういうのが。そういうのが逆に予想できひん、キックが。ラモス、いいフットボール。かわいい。ピッ。バチバチですよね。この優勢との方が。うわ、うまいな。今もうワンワンしてたで。あ、了解です。なるほどね。ギリギリ。なるほどね。ナチェ。ライダス。チェ。やだわ。おお。キャッチ。無理。キャッチ。キャッチ。全然どんなもんじゃ言わへん。うそーコース甘え、今何本止められてる？2周回って第3だけですよ、2本とも決めてる。吸い込まれるよね、なんかそこに蹴ってみたいな。ジュンダイさんが上手いんか、我々が下手すぎる。俺らも下手。この1周全員決めよう。ちょ、もう一回、この1周だけやらせてください。やんねん、元からやんねん。なんや、3本目やばいな。あ、やった。最低やん。ノベルトバッジョや。バッジョや。バッジョ。えぐい。今まで外したことない男が。させてるんすよ俺が。負ける。あれはさせてるんすよ俺が。負けた。間違えました。させてるんす。あれこれ。いやでもほんまにさせられてる感あるよね。なんか外した。優作悪くないんすよ。優作じゃないんすね。優作。大丈夫。え？お前悪くない。あ。ナイス。見ない。そうそう。そう。見ない。見ない。見ない。ボール見てない今。ボールも見てない。ボールも見ボールは見よ。おやばいで。ほんま良くないで。こいつ YouTuber や。YouTuber のキャリア。こいつ YouTuber や。今何本止めた？外したのもあくれ。一回外しました。7本。よし。7本止められてます。僕は外します。ピー。うわ。よっ。やっぱそう。よっ。なんなるんかな。そうさせられてる。え、これはさせられた。ほんまに。まあなんかした。まあでも飛んでるもんな、確かにそっちの方に。いやなんか止められると思ったら速いボール蹴らなと思って、あの、吹かしちゃうの。なるほどね。なんか。今8本、8本。よしよしよし。8本や。8本。8本や。第3だけや。ピッ。入ってんもんな、なんかピッチの中に。うわぁ、なんかうまうまうめぇなぁ。釣りのさえずり。浦和レッズ大煽りのやすごい。頑張れ。よーし。よーし。よーし。もうこれさせられてるから。させられてる。誘導尋問。尋問やった。尋問。うわ、今も完全に。さあ9本、9本。あ、これ俺は。これだからな。これやん。これやん。さあ。いやこんな PK 接戦みたいなあんまりない。この状況がすごいです。なんかあっこたっても普段で買う切り方してます。うん、なんですか。だからやば。うわ。え、戻った。不安な顔してない。監督いつも強気やのに不安な顔。うわ、選手権決勝5番目見て、キーパー。あ、そうなんだ。ちょっと一回こっちに顔見せてもらっていいですか。選手さん不安な顔してない。もう始まってるよ、勝負。よっしゃー。よっしゃー。最低やな。どんなもんじゃーい。やった。やった。やったや。ちょっと皆さん集まってもらって、ここにここに集まってもらって。泣いてます。泣いてます。今選手権の5番目蹴った後。いいシュート。
いいシュート。あ、慰めるタイプのキーパー。お前の分も頑張るか。ぶっさ。ぶっさやな。そんなに止められることあんの？日本を外した人。3-2。で、これ個人で言ったら全員負けてんねや。3-2。怖かった。怖いから。ちょっと感想を聞かせてください。あの、凄さとか、なんか。なんか、あんまり耳に睨まれて帰る。全然大したことない。なんで、でな、なんで言え、なんで言えろ。もうそういう時のためにいるんですわ。ソウタ君、お願いします。お題なんでしたっけ？お題いや、今日は感想や。今日の感想。はい。一発ギャグしようとしてる。一応、3-2止められてるから、ソウタ。3-2、森3-2。あれ？あ？なんで？なんで？何した？人のチャンネルでこんなメンバーで頑張って行ってますので、皆さん、ヘッセーズの方も応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではこのチャンネルが良かったと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。近っ。なんだもんじゃーい。なんでサブみたいになってありがとうございました。ありがとうございます。なんだもんじゃーい。